八方の岳間です。あそこのですね、窓ガラスに4発の弾痕が見受けられます。そしてこの場所なんですが、なんとすぐそこにですね、福岡県の警察本部があります。暴力団による警察への、いやまさに市民社会への卑劣な挑戦である。長きにわたる工藤会と県警の戦い。県警の幹部ですか、工藤会とは全面戦争とかいうコメントも出してましたけどね、そういう向こうも戦争のつもりならこっちも戦争のつもりでですね、受けて立たなきゃいけませんね。警察を本気にさせた福岡県警史上最大の特別捜査本部と言っていいんではないかなというふうに思います。工藤会のトップ野村総裁の自宅に警察が強制捜査に入ります。2014年9月11日、工藤会の野村悟被告ら最高幹部を逮捕した、いわゆる頂上作戦。当時現場の最前線で指揮を取っていたのが福岡県警尾上義信刑事部長です。警察官の帰宅時間をですね、待ち伏せして、お前らのことはいつでも襲うと思えば襲えるんだというようなパフォーマンス的なこともですね、やつらはやっておりましたので、本当凶悪でですね、陰湿な組織であるというふうに私は思っておりました。1988年、暴力団捜査に携わった元警察官の自宅に火が放たれ、被害に遭った車はこちらに駐車されていました。このうち2台のフロントガラスが割られ、もう1台のボンネットには爆発物のようなものが置かれていました。2002年、警察官の宿舎に時限爆弾が仕掛けられた事件も工藤会による犯行と断定。そして2012年、県警にとって悪夢が訪れました。銃撃された元警部さんはですね、私が初めて刑事になった時から当直をですね、共にするような同僚でもありましたので、特に強い憤りを感じた次第であります。警察庁の方もですね、これはなんとか福岡県警を支援しなければならないということからですね、全国の機動隊あるいは捜査員をですね、北九州市に派遣していただくことになりました。全国から捜査員が派遣され、職務質問を強化。しかし、駐車場の動かしたら何だっけ、協力してください。令状持ってて、令状あなたたちはね、市民に対してからね、攻撃をしよるわけじゃないですか。市民、だから私はそこにいたんですよ。攻撃をしよるという証拠はどこにあるの。それはみんな分かっとることじゃないですか。分かっとることってどういうことよ。何違うって言うんですか。違う、警察を嘲笑うかのような態度を繰り返す工藤会。元組員の男性がカメラの前で当時を振り返りました。警察組織っていうのは怖くなかったですか。怖くはないですね。何ですかね、やっぱり特にこのよそから応援に来てる県警の方たち、好き勝手してくれてですね。時を同じくして始まった暴力団の入店を禁じる表彰制度に反発してか、飲食店関係者が次々に襲撃されるも、なかなか逮捕することができない警察に市民からの信頼は失墜しました。何のためにあの暴力団たちの表彰したのかなとか思うんですよね。無駄な税金使って。警察も真剣にはやってるんでしょうけども、結果としてなかなか出ないので、市民としてはもうがっかりみたいな感じですね。はい、組織としては怒ってたんです。怒ってましたね。かすりが入ってくるんですね。それを守るために行けという感じで、で結局女性の方も
手当たりしないからですね。そんな中、転機を迎えたのは翌年、2013年の冬でした。午前8時前、近くの住民からパンパンと音がして、見たら人が倒れていたと119番通報がありました。上野忠義さん、響灘漁港関連者ですけれども、こちらがですね、残念ながら銃撃されてですね、死亡されるというような事件が起こりました。漁港関係者への襲撃は初めてではなく、1998年にも上野さんの兄、梶原邦博さんがピストルで撃たれて死亡し、実行犯グループはすでに逮捕されていました。事件の背景に北九州市響灘の巨大港湾工事をめぐる利権争いがあるのではないかとみて、梶原さんが以前組合長を務めていた脇の浦漁協の組合員などから事情を聞いています。当時の事件を振り返ってですね、公判記録等を取り寄せ、精査した次第なんですけれども、実行犯グループには一切の利益はありません。それを受け取っているのは幹部連中だけであります。そういったことを考えるとですね、幹部以外の意思に基づいてそういった事件が起こるはずがない、テロとも言えるような事件をですね、止めるためにはやはりトップを取らなければダメだと。事件の背景にトップ野村の指示があった、そう立証するためにはどうすればいいのか。県警は通信傍受をはじめあらゆる捜査手法を尽くしました。無罪になっている実行犯グループを再度取り調べを行ってですね、真実を語ってもらうと。不起訴事案であったとしても再度起訴することは法律上可能ですので、もう一度再チャレンジする。人から奇想天外な作戦と言われようがですね、法律の範囲内であれば私は何でもやると。そして迎えた作戦の日。そして尾上刑事部長にとっても因縁の事件、元警部銃撃事件の立件にも成功しました。野村被告の逮捕は合わせて6回。一連の頂上作戦から7年の時が過ぎて、ようやく迎える審判の日を前に、尾上刑事部長は、凶悪凶暴な組織と誰もがですね、認めていない、壊滅させなければならない組織、この判決からですね、当面の間が工藤会対策にとっての一番の山場、大切な時期だというふうに思っております。